もっと思いっきり。もう一回鳴らしてみよう。無理無理よ。もう絶対みんなはって思ってる。大丈夫だよ大丈夫大丈夫。さあいたずらちーチャンネル。すいませんでした。なんてことするんだってきっと。次どこ行くんですか。次そこ小風角。あ小風角。あ小風角。大昔行ったことあります。結婚した。結婚してない。結婚式じゃない。20年ぐらい前に。何？なんだっけ。旅行に来た。何の時は？八重洲の人はあんまり泊まったことある人いないんじゃないかな。近くだから。そうですよね、うん、あそこでもホテル。ホテルもともとねあのタクシー屋さんが作ったんだよここ。へえ。八重洲タクシーっつって、はい、今はアンビアっていう。あアンビアって、はい、聞いたことあります。そこがね中学の時の友達。あ、うん、中高と友達。へえ。仕事の地元の奥さんは幼稚園の時から友達。あすごい。不思議だよな。さあ登りますよ。頑張れるか。この車は多分上がるの大変だと思います。よいしょ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 、ね、もうそろそろ買い替えないといけないと思ってね。昨日パンフレットもらってきましたけど。ああ落ちた。落ちた。キャッチした車。坂道だったね。そうですね。落ちないわけがない。落ちないわけがないよね。あ、ついたついた。ちょっとでさ、腰が。うん。もうなんか本当汚れてる人は入っちゃダメですよ。やっぱり汚れない人が入らないと。大丈夫ですよ。20代までですよ。きっと入れるのは。関係ないんですよ。ダメですよ。焼津市内不審な人たちは退散しないと。海がすごい綺麗ですね。助手席をちょっと倒して始めよう。少し長い目のドライあたりを見渡せば色づいた木々がほら始まりを告げる。この手を離さぬように誰かにずっと祈ってる。ありがとう言えなかった言葉を今空へと返そう。